スペイン料理店専門店のオーナーシェフが家庭でもできるように美味しいパエリアの作り方を、基本の作り方ですね、お伝えしていきます。玉ねぎを半分、約 100g ですね、それを刻みます。パエリアの玉ねぎはあまり細かく刻むと焦がす原因になるので気をつけてください。私もパエリアは様々な作り方をしますが、今回は家庭でもできるように一番簡単な作り方で紹介したいと思います。しかも多くの方は高い確率で化学調味料を使いますが、僕のレシピの場合はそういったものは一切必要ありません。次はニンニクを2かけ用意します。ニンニクも玉ねぎと一緒で、あまり細かく刻みすぎないように気をつけてください。なぜかというと、あまり細かく刻みすぎると焦がす原因になってしまうからです。パエリアの調理法は自然と美味しさを引き出せる調理法なので、そこまでする必要はありません。では調理に取り掛かります。直径28センチ前後のフライパンを用意してください。底の部分は必ず平らなものです。中華鍋はダメです。オリーブオイルを 30ml 入れて温めます。それと蓋も使うので必ず用意してください。塩を 8g 入れます。先ほどの玉ねぎとニンニクを軽くソテーします。この後にトマトソースを使いますが、家庭では生トマトかトマト缶を使ってやってください。もうちょっと後で入れますが、トマトを入れてトマトの水分を飛ばすことだけを意識して炒めてください。玉ねぎを1分炒めて、このタイミングでトマトを入れます。玉ねぎは必要以上に炒めると甘みが前面に出てしまって味のバランスが崩れてしまうからです。パエリアはとても理にかなった調理法で旨味を引き出すことができるので、その必要性がありません。トマトの酸味を飛ばしたら、お好みの魚介類 500g を入れます。アサリは必ず入れてください。それと魚介の量は多ければ多いほどいいというわけではありません。水分が多すぎるとバランスが崩れてぐちゃぐちゃになったり、ボテボテのパエリアになってしまいます。臭み消しと香り付けの意味でパセリを少々入れてください。魚介を炒める際は中火から強火でささっと炒めてください。軽く色が変わる程度炒めたら、水を 450ml 入れます。だしを使わなくても、化学調味料さえも使わないで美味しく作れる方法をお伝えしています。水を入れたら火加減を強火にします。そのまましばらく揺り動かして、魚介の口が開いたら大きいものだけ取り出します。細かいものはそのまま入れたままで大丈夫です。魚介を取り出したら、このタイミングでサフランパウダーを入れます。もしない場合はホールのタイプですね、それを一つまみ入れてください。トマトソースがある場合はこのタイミングでトマトソースを入れます。このタイミングで生トマトなどを入れると酸味が立つので気をつけてください。パプリカパウダーを大さじ1弱入れます。これも味の要となる基本の味になりますので必ず入れます。エビは味噌の味を引き出す意味で、この段階ではまだ入れていました。頭を潰して味噌を出しても美味しくなります。味付けに関しては、先ほど入れた 8g の塩で味付けが完了です。ここで味見をしたら、洗わないお米を 150g 入れます。お米は決して洗わないようにしてください。洗ってしまうと水分が先に浸透してしまい、旨味を吸いにくくするからです。お米を慣らしたら蓋をします。蓋はなるべく穴のないものを使ってください。この段階ではまだ大きめの魚介は入っていません。8分間だけ煮ます。8分経ったら蓋を取り、
縁回りの米が浮き上がってくるので沈めて鳴らします。残りの魚介類を放射状にきれいに並べます。入れるときはあまり押し付けないようにしてください。そっと乗せる程度で大丈夫です。あと言い忘れましたが、必要以上に混ぜるとでんぷん質が流出して粘りが出てきてしまうので気をつけてください。手早く魚介を並べたらごく弱火にして蓋をします。2回目はごく弱火で10分間煮込みます。2回目の煮込みが終わったら火を止めて蓋は取らずにそのまま5分間蒸らします。5分経ったので蓋を取ります。これで完成と言いたいところですが、この先の一手間でプロならではの美味しくするコツをお伝えします。蓋を取った状態では余計な水分がまだ残っている状態です。再び火をつけて中火から強火にします。鍋底に残っている旨味が含まれた水分をお米に戻すために水分を蒸発させます。ここから先は絶対に目を離さないでよく見ててください。水分が飛ぶと箸でところどころなぞった時に引っかかるような感覚があります。それを何箇所かで確認できたら水分を飛ばす作業は完了です。そしたらいよいよ仕上げの段階です。火を強火にして手で煽りながら香りが変化するのを感じ取ります。それでおこげの匂いがすれば完成です。これで美味しいパエリアになります。ちょっとした差でプロにしかわからない美味しいコツをお伝えしました。あと食べる時のレモンの酸味もとても重要なアクセントになりますので必ず添えるようにしてください。今回紹介したパエリアはお子様でも安心して食べられる味付けをしてあります。それと蒸らさないでおこげだけならより本格的な味になります。アルデンテが好みの方はそういった食べ方もやってみてください。作ってみたいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と次の動画もぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。